カニカーニとは、スポンジボブに出てくるレストランである。カニカーニビキニタウンで一番儲かっている店らしい。高校生だった時、今の建物の形で、クラビーパティスと書かれたキャスター付きの箱を学校に持って行って人気になったのが始まり。イカルドが、声カタまりんを飲んで、ケチという文字で、パトリックを攻撃しようとしたが逆に倒されてしまい。その文字が看板にくっついて、店が誕生した。 また、店は、老人ホームを改造して作られた。フライ係は、スポンジボブ、レジ係やウェーターはイカルド。たまにパトリックが働いたこともあった。従業員は、怒りのマークのついた帽子をかぶる。スポンジボブや、プランクトンなどによって何度か破壊されているが次の、会までには元に戻っている。カーニの部屋の金庫の中に、秘密のレシピが入っている。 一度有名料理評論家のジーン・ホタテが登場した。スポンジボブが店に遅刻しないようカニカーニに引っ越したことがある。夜は営業していないが、深夜のシニア勤務や夜のナイトバーガーなどは営業している。エピソードによって、レギュラーキャラ以外の店員がいて、おばあちゃんとの約束ではプランクトンがボス。また、僕は店長代理では、スポンジボブが店長の代理をしていた。 パールパフ先生、ラリーなどもここで仕事をしていた。スポンジボブの真実の時点で、設立117周年を迎えている。外見のモチーフは、ロブスターの罠がモデルになっている。また、当初名前は、クラスティクラブの予定だったが、C から K に変更された。劇場版一や、僕は有名人では、カニカーに2号店も登場する。 キッチン店内帆船のハンドルのようなテーブルがある。カニカーニの看板メニュー。レシピは企業秘密でプランクトンにカーニバーガーの作り方が書かれた秘密のレシピを狙われている。カーニと喧嘩別れしたプランクトンがドアを勢いよく閉めた時、偶然棚の上の食材が落っこちてお肉に入ったところ、カーニが味見した時素晴らしく美味しかった目誕生した。スポンジバッグが作った。 カーニ、チリという料理が元になっている。初めて食べた人には中毒性があるらしく、破裂するまで食べるのをやめることができないと言われる。代金は、一つ1ドル98セント、または2ドル。昔は10セントで売られていた。さらに、裏レシピとして、カーニバーガーで作ったピザがある。作り方は、毛皮泥棒によると、パティを183秒で焼くハンバーグパティに、 スライスチーズ、レタスの葉、トマトの輪切り、きゅうりのピクルス、玉ねぎの薄切り、ケチャップ、マスタード、マヨネーズの8種類の材料である。地上版でいうチーズバーガー。また、日本国外版では、バーガーではなく、パティと呼ばれているため、ハンバーガーではなく、ハンバーグと指す。パティは、もともとからはフランス語から来ている。ただし、日本語版では、バーガーと呼ばれている。 カーニバーガーの由来はカニ入りのバーガーといったものも考えられるが、このシリーズのカーニバーガーにはカニを入れたわけではなく、カーニさんが名付けたバーガーのことである。言語版を含む日本国外版では、クラビーパティというので、カニバーガーの英語名ではないので要注意とされ、カニバーガーという呼び方は誤りで、正式な名前ではカーニさんのカーニとハンバーガーのバーガーから由来とされる。なお、 スティンキーが作ったハンバーガーは、スティンキーバーガーと呼ぶのも同様。実写版でも料理されている。ちなみに、クラゲから取れるゼリーをカーニバーガーに塗ると美味しくなる。カニカーニのデザインは、ロブスタートラップを元にして作られた。カニカーニのデザインは、ロブスタートラップを元に考案された。カニカーニはもともと、スポンジボブのパイナップルハウスに加え、ショーが何度も繰り返され、 ほとんどのアクションが行われる場所になることを意図していた。カニカーにはシリーズ初演、バイト募集中で初登場し、2018年の時点で80%以上のエピソードに登場している。カニカーにはシリーズの作成者であるスティーブン・ヒレンバーグ氏が高校を卒業してからの数ヶ月の間、ファーストフードシーフードレストランのフライ係とロブスターボイラーに着想を得て開発された。 ヒレンバーグ氏が初めてカーニッシュを作成したとき、彼の姓は、クラブと綴られていた。しかし、レストランの名前はクラブだったため、パイロットエピソードの制作が始まる、少し前に、K の方が覚えやすいと判断し、スペルを変更した。スポンジボブ界のみんなが世界を、QU 製品賞最高段社ブッククラブ、高段社ブッククラブ、2020年7月15日閲覧。 AB 海外 TV アニメスポンジボブ公式サイト海外 TV アニメスポンジボブ公式サイト作品情報 DVD 発売情報など2020年7月15日閲覧アニメスポンジボブシーズンに31恐怖の深夜勤務トボテレビ大阪アニメスポンジボブシーズンに31恐怖の深夜勤務トボテレビ大阪 2020年7月15日閲覧。スポンジボブネットフリックス。2020年7月15日閲覧。第61回カーニバーガー恐怖症。カーニさん脱皮するスポンジボブアニメ東京 MX。スポンジボブアニメ東京 MX。2020年7月15日。閲覧。日本放送協会。放送予定。アニメスポンジボブ NHK。2020年7月15日。 閲覧。日本放送協会、スポンジボブ、NHK アニメワールド。www6.nhk.or.jp。2020年7月15日閲覧。ラングフォード、キャメロン、フィフスサーキットルールズフォーバイオコムイン、クラスティクラブレストランケース。2020年7月16日閲覧。バンクス、スティーブン、スポンジボブエクスポズド、ザインサイダー。 S, S ガイド2スポンジボブスクエアパンツ、シール、グレッグ、サイモンスポットライト、ニコロデオン、ISBN 9780689868702。ありがとうございます。